この時間は投資信託のコーナーになります。本日のゲスト、キャピタルアセットマネジメント運用本部株式運用部長土屋直樹さんです。土屋さん、今日はよろしくお願いします。土屋でございます。よろしくお願いします。今日お話しいただくのは、知的資本日本株ファンド、愛称が ICJ アルファ ということですね、はい、これ着目って面白いですね、知的資本っていうのは。そうですね、国内では初めてになります。この知的資本という観点から銘柄を切り出しまして、はい、それでファンドとして運用していこうというファンドでございます。国内初でございます。そうですよね、はい、でファンドの特徴っていうことでいくと、今お話しいただきました知的資本が豊富な国内企業の株式を主要対象としますとありますが、はい、割とここの評価って国内で遅れていたような印象があるんですが、いかがですか。そうですね、この切り口で、株式市場の方もそれほどですね、評価というのは進んでおりませんし、はい、それからですね、企業サイドの方もここの観点から着目するというのはまだごく最近のお話かと思います。実はあんまり気がついてなかった、はい、企業サイドも気がついてなかった。そうですね、はい、だから通常見るときに、その純資産っていうと普通の PBR の計算しかしなくって、この見えない付加価値っていうのはなかなか評価できなかった、それを評価していこうという動きでよろしいんですか。そうですね、無形資産ですとか、あるいは非財務情報とか、はい、というふうにも呼ばれますけれども、いわゆる通常の株主資本、通常のキャッシュフロー以外にもですね、はい、他の見えない価値、見えない資本を使って今の企業というのはより大きな価値を生み出しているだろうというふうに考えてございます。つまりそこのところが、この次のページのところの現代的企業は知的財産で競争力を増している、はい、今お話しいただいたように、その旧来的企業は有形資産の差別化に固執しているということですけども、はいはい、これ新たな視点にやっぱりなってくると思うんですが、やっぱそうですよね、はいはい、でややちょっとこう極端に書いてございますけれども、従来からのこう旧来的企業、はい、あるいは資本主義が始まってからのですね、企業というのはこう機械ですとか建物工具、こういったものにこう磨きをかけて、他社よりもより良いものを作って、はい、で価値を出していくということだと思うんですけれども、今の企業というのはそれだけではなくて、はい、ライセンスですとか、あるいはブランド、 IT システム、顧客基盤等をですね、うまく使ってより大きな付加価値を生み出していると、はい、例としてそこに第一三共ですとか、ソニーですとか、オービック等々を挙げてありますけれども、はい、そういったような企業というのは、従来的な資産だけではなくてですね、別のものを使ってより大きな価値を上げているといったところでございます、はい、で、知的資産ということでいきますと、はい、ライセンス、研究データ、ブランド、はい、顧客基盤、人的資源、IT システム、はい、これ全部確かに資産ですよね。はい、はい、でですね、今申し上げたように従来のその有形資産以外にですね、今の企業というのはここに挙げてあるような無形資産、我々これを知的資産というふうに呼んでるんですけれども、はい、典型的にはこうライセンスとか著作権というのはこれ分かりやすいかと思うんですけれども、それだけではなくて、ブランドですとか、あるいはこう顧客基盤、顧客のネットワークですね、はい、それから右の方にあるこう IT のシステム、はい、それからビッグデータ、はい、こういうものを有機的に活用してより大きな付加価値を上げていくということを今の企業ってやってます。でこれをまとめまして、我々の方では知的資産というふうに、はい、まとめて呼んでございます。だからこれ社内システムって確かに言われてみると資産ですよね、はい、それからその人的資源だって資産ですよね。そうです、なんか給料ばっかり持ってくよねってイメージもあるけどそうじゃないんですよねこれ、はい、ということでいくと、はい、知的資産というのは非常に貴重なものだということですけども、はい、例えば例として先ほど第一三共さんのお話ありましたが、第一三共なんかはどういうふうに見ておられるんですか。はい、この第一三共はですね、例えばなんですけれども、この第一三共は抗体薬物複合体というものの、はい、開発に成功してですね、それを実際の抗がん剤として実用化しています、はい、でこの抗体薬物薬合体の、技術が優れておりまして、はい、アストラゼネカも第一三共のその技術を評価して、共同開発共同販売というふうに入ってきています、はい、で、アストラゼネカはもう早速ですね、こうライセンスフィーとかを払ってきているわけなんですけれども、
じゃあ具体的に、例えばこの第一三共の貸借対照表を見るとどうかというと、はい、そのライセンス収入というのはまだこう計上されてないんですね、はい、計上されてきてないんですね。ですからこのいわゆる通常目に見える貸借対照表に乗っかっている資産以外にですね、はい、このアストラゼネカからのこうライセンス収入のようなものが別途こうあるとか、はい、いうところを、まあ、ちょっと分かりやすい例として、ここには載せてございます。だからこういったその知的財産までも資産として含めて考えると日本の企業の PBR ってもっと安くなるってこと、はい、低くなるってことになるんでしょうかね。実質はそういうことです。そういうことですね。そういうことは割安感はもっともっと増しますよねそうですね、ですね、そうですね、はい、だからそこまでも評価していこうよっていう中ではやっぱり市場の評価も活用されているってことですか。はい、で先ほど申し上げたように、実際に我々こう外部のですね、はい、市場関係者のような外部のものがその企業を評価するときに、まあ、その PBR ですとかそういう投資尺度を活用するわけなんですけれども、はい、それは通常のやっぱりこうバランスシートがベースになっていると、ここで赤で示しているこう貸借対照表、はい、まあ、いつものものでございますけれども、ただそこに載っていない部分というのが今は大きくなってきていると、はい、でそれをたくさん持っている企業というのが競争力をより増してきていると、はい、でここの図ではですね、左下のところに知的資産というふうに乗っかってますけれども、はい、それが大きくなってきていると。です、これを活用して、まあ、我々株式市場関係者も活用していかなきゃいけないんですけれども、はい、じゃあどうしようかといったところに、でも待てよと、株式市場はそこも含めて当然企業を評価しているであろうるはずだ と,、はい、はずだと。ですからこの知的資産の価値も含めて、時価総額を算出しているはずだと、はい、ですからこの時価総額の中に、知的資産の価値、資本サイドで見ますとこの知的資本、はい、これも含まれているはずだという観点なんですね。ですのでこの株主資本を超える時価総額の部分に、はい、知的資本が現れてきているだろうというふうに我々の方では考えております。つまり PBR が1倍じゃなくて 1.2 倍とか 1.3 倍ってあるということは1倍以上の 1.2 の 2.3、はい、ここの部分というのは知的資産を評価しているからそういう動きになるんだと、そうです、いう動きですよね、はい、というふうに考えていくと、銘柄選別の方法としてはどんな感じになるんでしょうか。はい、で、まあ、ここ2つの観点で挙げてございますけれども、まず1つはですね、やはりその知的資本が大きい企業を選んでくると、これがまず1点です、はい、それからもう一つはこの時間の経過とともにこの知的資本が増加傾向にある、はい、モメンタムが良好な企業を選んでこようという、この2つの観点を実際の、銘柄選別の時には使ってございます、はい、ということですね、はい、で具体的に選別された銘柄ってのはどんな感じになるんでしょうか。はい、で、まあ、ここに挙げてございます。まあ、キッコーマン、第一三共、オービック、ダイキン、アドバンテスト、オリンパス、ホヤ、ニトリと、はい、まあ、いったような銘柄です。例えばこうキッコーマンですとどうかというと、そのキッコーマンのブランドですとか、はい、キッコーマンが開発している、発酵に関する研究データ、はい、まあ、こういったようなものなんかがですね、知的資本の例として考えられるだろうと。まあ、第一三共については、先ほど申し上げたような、まあ、ライセンスの価値ですとか、はい、積み上げてきた研究データ等々ですね。ホーヤなんか見ていると、はい、組織力っていう言葉も入ってきてますね、はい、やはりそのホーヤはその会社としての組織力が強いので、はい、他の会社に比べるとニッチな分野で圧倒的なシェアを取るということを長年続けて来られてるんですね。やはりそこは組織力、マネジメント力のこう強さだと思います。となるとそういうモメンタム良好な銘柄群を見つけていくプロセスっていうのはどんな感じですか。はい、まあ、ここに挙げてございますけれども、まあ、上場株式、まあ、東証一部が中心になりますけれども、はい、まあ、その銘柄に対して、まずステップ1ということで、まあ、スクリーニングをまず行います、はい、でこの ICJ-α 銘柄選別というのは先ほど前の方のページで申し上げましたけれども、その知的資本が厚くて、なおかつ知的資本のモメンタムが良好な企業、はい、という観点でスクリーニングを行います。まあ、東証一部ですと
全体ですと、まあ、1800銘柄以上ありますけれども、その中から200銘柄ぐらいをこう選んでくるということをまずステップ1でやります。それからステップ2ではですね、その中でこう時価総額を使って流動性の高いものをさらに選んでくると、これ100銘柄ぐらい、はい、ここから選んでくると、でこの100銘柄でポートフォリオを組んでいこうということをやってございます。なるほど、はい、でいう中でファンドそのものの基準価額、それから純資産総額の推移、これご説明いただけますか。はい、まあ、実はですね、去年の春4月の15日に、まあ、設定したばかりのファンドでございまして、はい、まあ、8ヶ月ぐらい経ちましたけど、まあ、途中いろいろコロナの影響ですとかございましてですね、はい、まあ、基準価格としては、まあ、まだですね1万円ちょっとぐらいのところで12月末は終わっているといったところでございます。まあ、あの市場の方も、まあ、横ばいから若干ダウンぐらいのところで、はい、まあ、来ているといったところです。12月末で組入れ状況を見ると、シスメックスとかソニーグループ、日本電産、はい、NTT データ、レーザーテック、はい、第一三共、JSR、リクルート、オリンパス、オムロンなんかがベスト10に入ってきていると。そうですね、はいはい、銘柄的にはそのようになっています。で、左の、はい、セクターの構成でご覧いただくとすぐ分かりますように、こう電気機器とか、あるいは情報通信サービス等々がですね、まあ、多いようなあのポートフォリオになってございます。これ確かに言われてみると、これ JSR なんてとっても地味な会社で、科学の会社、合成ゴムですけども、はい、量子コンピューターの研究とかって全然株価に反映してないですよね。そうですね、まだまだこれからですし、それからですね、いわゆる従来型のゴムからですね、はい、最近はこう半導体材料等々の方にもう移ってきてますので、はい、昔のイメージとはだいぶ今の中身は変わってきてると思います。社名変更した時点でやっぱり変わってきてる。まあ、そうですね、ですね、ある意味では、はい、ということですね、はい、グロースとバリューっていう見方ではいかがですか。はい、で、先ほどの銘柄ご覧いただいて分かるようにですね、このポートフォリオというのは成長株が中心になっています。ですので、トピックスのグロースバリューという観点からいくとですね、グロースの銘柄が中心になっています。はい、で、まあ、昨今こうグロースバリューというですね、単純な括りで、語られることが多いと思うんですけれども、はい、ここにございますように、長い目で見ると、中長期的な観点で見ると、やっぱりこうグロース株にしっかり乗っていくというのが、はい、こうやっぱり投資に、まあ、成功する秘訣かなというふうに考えてございます。というふうに考えていくと、やっぱり知的資本に着目するということが、やっぱりこう成長性につながっているという見方でよろしいんでしょうか。そうですね、成長性につながっており、その成長株にしっかり投資していこうというファンドでございます。この視点は非常に興味深い視点での設定されたファンドということですね。そうですね、はい、ご興味ありましたら松井証券さんのホームページ等々で見ていただくことができると思いますので、ぜひご検討いただければというふうに思います。今日はありがとうございました、土屋さん。はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。